日本保守党が結成されるということです。さあいかがでしょう。まあ、日本保守党百田さんはもういわゆる右系と言われる方の代表としてですね、胸のすくような発言を繰り返してこられましたし、まあ、いろんな書籍もすでに出されています、はい、ですから今自民党が足りないなとなんか物足りないなと 思われている部分をガチッと掴むという可能性は非常に高いと思うんですね。ただ私河村さん名古屋の市長ですけど、はい、かなり長くお付き合いもしてきましたけれども百田さんと河村さん合うかなと。あ、そうですか。いう、まあ、直感でそういうふうに、ね、その政治的なその信念理念という部分で、百田さんと河村さんと一緒なのかなというのはすごい違和感ありますね。ほうほうほう。